皆さんこんにちは、星野みちるです。それでは今から短い時間ではございますが、星野みちると一緒に少し水話題のお散歩をしたいと思います。よろしくお願いします。ということで、このバス上見てみてください。もうちょっと2回目のお客さんたちは元気がいいですね。すごくないですか。全部この星野みちるのポスターをですね貼ってくださいました。後ろの画面もなんとこの日のために作ってくれましたよ。イエイイエイ。このポスターをですね、このバスに貼るためだけにこのサイズに作りました。すごいんですよ、特別です。なので皆さんは特別なものを見ています。ということで、私星野みちるはですね、千葉県の生まれも育ちも千葉なんですけども、こっちの三つ話題の方は全然来たことがなかったので、すごく新鮮な気持ちになっております、ね、今日はですね、 JR の千葉駅からバスに乗ってここの三つ話題車庫まで来ました。皆さんもそうですか。はい、一緒ですね。ということで、このバスはですね、表に貼ってあるバスマスクっていうのも特別にこの日のために作りました。そちらも私のイラスト描いたりですとか、あとはこのジャケットのポスターのバスマスクも作りました。そのバスマスクはですね、後ほど何名かだけにプレゼントをすることになっています。詳しくは皆さんにお配りの紙に書いてあるそうですので、ぜひチェックしてみてください。あとポスターには QR コードもついてますので、ぜひ QR コードを読み取ってくれたら私のホームページとかに飛びますので、初めての方もぜひよろしくお願いいたします。難しい字の歯医者さんがありますね。どうやって、あ、そうとか、あ、すごくおしゃれな歯医者さんです。お酒屋さんみたいですね。ここ島屋さんっていうお酒屋さんなんです。島屋さんっていう三つ穴に有名の酒屋さんで、一時、そうなんですね、一時私もバイトでバイトされてたんですか。パンダのバイトやったんですよ、仕事まで。お客様が街を案内してくれるバスとなっております。イエーイ。ということで、ちょっとここで早速ですけども、星野みちる歌を歌っておりますので、この短い時間ですけども、ちょっと歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。流れ星ランデブー。窓の明かり、すごい
ありがとうございます。聴いていただきました、流れ星ランデブーという曲でした。あ、後ろにもう通り過ぎましたけども、とんかつ屋さんがありました。私あの高校生の時からずっと19歳、18歳ぐらいまでずっととんかつ屋さんでアルバイトしていました。あそこのとんかつ屋さんではないんですけども、サボテンっていうとんかつ屋さんいっぱいありますよね。そこで私あのとんかつを売ったり揚げたりもしました。なんですか、とんかつを揚げたりコロッケを揚げたりカツ丼作ったりお弁当作ってきたりなんでずっとしていました。それであのとんかつ屋さんのアルバイトをしながら、歌手になりたいという夢を抱いて日々オーディションを受けていた時がありました。それで急にオーディションって電話がかかってきて、一次審査通過しましたので次二次審査来てくださいって急に電話がかかってくるんですね。そうするとアルバイトって1ヶ月のシフトがすごく前から決められているのでどうしようってなるんですけども、あのバイト先の店長さんはじめあのパートのおばさんたちもみんな応援してくれていたので、もういいよ代わってあげるからオーディション行ってきなって、もう何十回も代わってもらった思い出があります。そんな人たちの助けをいただいてオーディションに19歳の時に合格しました。なんか AKB っていうところにいました。でもですねすぐに辞めてしまいました。そして今日はこうやってあのバスの一日営業所長をやらせていただきました。そしてあれすごいことが起こりまして、あの千葉内陸バスさん、そして松戸神経性バスさん、そして船橋神経性バスさんの3社のバスにこの星野みちるのポスターを今後も貼ってくれることが決まりました。やった。しかもその台数の数がすごいんですね。台数は合計310台です。すごいすごくないですか。すごい。なんかあのインターネットとか見ていると星野みちるどんなパトロンがついたんだっていうコメントを目にしましたけども、何にもそういうのないんですね。あのありがたいことにすごくなんかご協力してくださることがこうトン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 って決まって、すごくすごく嬉しいなと思います。それではもう一曲だけ歌いたいなと思います。聴いてください、この道で。ぜひ周りの風景を、ね、一緒に眺めながら歌聴いてほしいなと思います。You know what?
イエイ、見ようと思います。こんな素敵なイベント本当に楽しかったですよね。はい、私も本当に胸がいっぱいになっています。千葉内陸バス最高か。最高です。新京成バス最高か。最高です。京成バス最高か。最高。最高です。そしてそして運転の平岡由紀子さん最高か。最高です。どうもありがとうございました。お芝居中でした。この後もまだまだイベント楽しいことが続いていきますので、ぜひぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。新京成バスのジェントルピンクのバスにはですね、私のサイン入りの名刺ステッカーがあるんですけども、それをさっきペタペタ貼ってきました。車内にもまだ見てないなっていう方は、あのピンク色のバスぜひぜひ見に行ってみてください。よろしくお願いします。ということで、短い時間でしたけども、このバス乗ってくれてどうもありがとうございました。星田みちるでした。